ちゃんと運転手やってる。オーケー。出動するミッションを選ぶんだ。ミッションを選ぶ。ストーリー。あ、これからなんかいろいろ増えてくるわけね。サブイベとかいろいろ。ミッションの基本からやり直せ。目的、悪さをする妖怪をすべて倒せ。場所は桜住宅街。ふんふん。制限時間30分。クリア報酬50。あ、なんかあれの数字が増えていくんやね。なんなんやろ。プレイ隊長からミッションの基本を教われ、まずは一人で基本中の基本からスタートだ。第1話、落ちこぼれバスターズ。うん。あ、これがその、何？妖怪ビークル？その名前やったっけ？切り替え。あ、お宝ドロップ大当たりチョコボー。それ以外はないんやけど。え、運による感じ？よっしゃ、これで。いけます。なんか持ち物が選べるみたい。待って。Y ボタン。まあ、何も持ってないな。はい、じゃあ、出動。絶対に勝つんだ！バスターズ出動。うん、すごい、あんな感じで出動するんや。消防隊員とかあんな感じの出動の仕方じゃなかった？昔テレビで見た感じ。今どうか知らんけど。ちゃんと運転手やってる。ミッションスタート。あ、これを全部やっつけていく感じ。まずはお前一人で基本からおさらいだ。え、でもあれよね、要はやっぱりその何回も出すけど、不思議のダンジョン的な感じで、ミッション中には敵の妖怪が出てくる。はい、自動で送られた。ダッシュのスタミナ切れは十分気をつけろよ。そしてミッション中は画面のチェックも大事だ。うんうん。ミッション中の画面にはいろいろなものが表示されているぞ。メイケ、普通の妖怪ウォッチみたいに一回一回なんかちょっとエンカウントしてわーってなってみたいな画面の切り替えみたいなのは多分ないよね。それあったらめちゃくちゃ時間かかりそう。上画面の左下に見えるゲージがお前の HP、 つまり体力だ。うん。こいつがゼロになると気絶してしまうんだ。ミッション中は気を抜くんじゃないぞ。右上にある時計は制限時間だ。赤い針に重なるとタイムアップだぞ。タイムアップになるとミッション失敗だ。制限時間にも常に注意しておけよ。下画面はそのエリアの地図がメインだ。自分の周りのいろんな情報がわかるぞ。近くの敵や落ちている鬼玉、アイテムをチェックしながらミッションを進めろ。会話の早送りなどに便利な操作もある。下画面を使いこなすとも上達への近道だ。うん。さあ行ってこい。よし、まずは一番近くの敵に近づいてみるんだ。これかな。はい、来た。よーしよし、敵さんが見えてきたぞ。やつは鬼時間に紛れて悪さをしている妖怪だ。あ、でほら、右下にコマンドが。ああいうやつらは懲らしめてやらんとな。敵に近づいて A ボタンで攻撃だ。どんな妖怪でも使える基本中の基本だな。 X ボタンか Y ボタンを押せば妖怪ごとの特別な技を使えるぞ。ただし妖怪の攻撃技はターゲットしている相手にしか使えない。じゃあ周りのやつら巻き込めん感じ。範囲攻撃みたいなのはあるんかな。攻撃は十字ボタンの左右で狙いたい敵にターゲットを動かすんだ。ふんふん。回復は十字ボタンの上下で味方のターゲットを動かす。忘れるなよ。ゴーゴーゴー。まあやればわかるはずだ。まずはあいつを倒せ。こんな感じ。おお、よしいいぞ。まずは一匹懲らしめたな。なんか星が、ん？あいつ何か落としたぞ。倒した敵が落とすのは鬼玉や素材アイテムだな。鬼玉アイテムは他にもいろいろな種類があるぞ。特にバトルアイテムは重要だ。覚えておけ。ミッション中に使える特殊なアイテム、それがバトルアイテムだ。ミッションが終わったら使えん感じ。これはHP の回復や敵に大ダメージ。バトルアイテムにはいろんな効果がある。バトルアイテムはマップに落ちているぞ。下画面の地図をチェックだ。マップに落ちたんか。倒して落とすわけじゃないんやね。そして手に入れたバトルアイテムは下画面のアイテム1、アイテム2に入る。2つまでしか持てんの。じゃあもうゲットしたら即使った方がいい感じやね。あれか、マリオカートのアイテムみたいな感じ。
ここに入ったバトルアイテムをタッチするとその場で使うことができるんだ。タッチで使うね。ちなみに使わずに脱出成功すると拾ったバトルアイテムは持ち帰れるぞ。あ、持ち帰れるんや。なるほど。たくさんのバトルアイテムを使いこなしてアイテム名人になろうぜ。まあでもその時その時いろいろ落ちたんやったらいろいろ使っていった方がいいからな。まあその時その時でさあさっさと拾って次の敵を探すんだ。うすら影のかけらを拾った。かけらで、こっちのさハテナって何？敵もあれやけど気になった。あ、アイテムや。なるほど、アイテムが表示されるんやね。バカズキン、何今の避けたんか。近くないといかんかった。なるほど、なんか Y ボタンは避けるね。すごいぞ。いいぞ、2匹目も倒したな。なんか赤い玉出てきた。だがまだまだだ、目的は達成してないぞ。ミッションには目的がある。目的を達成すればミッションクリアだ。目的はミッションボードの上画面で確認することができるぞ。ミッション中に目的を確認するにはスタートボタンを押せばいい。ミッション中に目的が変わる、そんなことあるの？変わる場合もあるぞ、気をつけろよ。やめてよ。スタートボタンを押した後は設定とリタイアも選ぶことができる。設定ではいろいろな変更ができるぞ。操作に慣れてきたら変えてみるといい。リタイアを選んで決定するとその時点でミッション失敗となる。だがどうしても途中でやめたくなったらリタイアするのも手だ。ま、ここでリタイアなんてしまったらどやされそう。さあ、分かったらすぐに目的を達成するんだ。え、これってさ、もしかしてこの右側に出てるなんか6分のってなってる。6分の2倒したら、あと4匹倒したらなんかボスが出てくるとかそういう。あ、何回でも復活するんやこれ。じゃあちょっと一旦回復しとこう。 HP をそこそこ。え、なんか巨大な敵おるよね、ここ。やだ、こっちにしとく。いけい。お、セミマルやん。ん、ふすま出現ね。ふすま出てきたよ。ふすまが現れたよ。だぞ。え、それ逃げるんやない。あれに入れば脱出ができるはずだ。うん、ミッションを進めていくとマップにふすまが出現するぞ。ふすまに入るとミッションから脱出してバスターズハウスに戻れるぞ。目的達成してミッションクリアしたらふすまから脱出するんだ。ま、今は関係ないってことね。目的達成前でも脱出はできるがミッションクリアにはならないぞ。ただしミッション中に手に入れたアイテムや鬼玉は持ち帰れる。あ、じゃあなんかレアアイテムとかゲットしたらさって出ていけばいい感じ。え、脱出するのを A 長押しって書いてるやん。いやいや、ピンチの時には無理をしないで脱出することも考えておけよ。というわけだが今日はこのまま続けるぞ。目的達成まで残り半分、気合い入れろ。あと半分、なんかもっとおらんかった最初の。あれ、でかいのがおるわけじゃなかった。なんかアイテムやった。鬼玉ってやつかな。これはどこだ。こっちか。あ、この辺におるね。いつで片付けない。後ろからの不意打ち。勇ましのかけらを拾った。なんかこの辺入っていけないのか。あ、あそこにもなんかアイテム落ちてるけど、こっち一瞬人がおるんかと思った。バイクやった。これ集めてなんかいいことあるのかな。まあいいことはあるか。いいけー、セミマル。いいよ。あ、落としたやつ自動で拾ってくれんかな。わざわざ拾いに行かんといかんっていうのがね。なんかおにぎりしか落ちてないんやけど、これは一体何の役に立っちゃうんやろうな。あ、ん？なんか上のあの数字が増えよる。要は最終にもらえるそのあれが増えるってこと。うすら影のかけらを拾った。そっか、止まっとったらいかんのか。よし、悪さをする妖怪は全部退治できた。これで目的達成。あとは脱出するだけだぞ。スマから脱出するまでがミッションだからな。いけんかった。1分で自動脱出もできるがやはりふすまが一番だ。何が違うんやろ。
長い話をさっさと終えて帰れてそうだな。そんな時こそ下画面の左のボタンだ。タッチで会話を早送り。ほら便利だろ。さあさっさと話を終えてスマから脱出するんだ。よし、あった。あれ最初の目的ってそんな少なかったっけ。 6？ え、これバスターズの基地、妖魔界の中にあるってことかな。これはミッションクリアー。よし、脱出。あ、ほらほら、クリア報酬が50で集めた鬼玉が55で、それがプラスされるってこと。鬼玉って何に使えるんやろう。お、今回のお宝チョコボ大当たり。チョコボはちょこっと幸せをくれる。猫の妖怪もハマるこのうまさんで集めたい。あ、装備素材。ふんふんふん。磯虫のかけら、プリチーのかけら、うすらかげのかけら。はーい、おかえり。やりましたね。いやー、ミッションがうまくいってよかったですね。やっほー。ふぶきちゃん、頑張ってきて俺たちに何かご褒美とかないにゃん。え、ご褒美。じゃあこれあげる。お、アプリ、トロフィーアプリを手に入れた。これなんにゃん。トロフィーアプリよ。これをインストールしていろんなことを頑張ったらご褒美にトロフィーがもらえるの。ふんふん。なんかいろいろと頑張ってみたくなりますね。ま、今日は疲れちゃったから頑張るのはまた今度にゃん。はあ、大好きなチョコボーイも食べてゆっくりしたいにゃん。んじゃああれやん、もらえたけんさ。今のお前らに必要なのはチョコボーなんかじゃない。いやでもやっぱり疲れた方には甘いものよ。レベルアップだ。あ、レベルアップも自動じゃなくて、なんかあれ、よくアプリゲームとかである感じの、なんかそのレベルアップ素材みたいなのを与えてレベルアップしていく感じ。え、もしかしてまだ何かやるんですか。だるいんですけど。言った。グダ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 抜かすな。2階のレベルルームに行くんだ。そこで根性を叩き直してこい。特訓みたいなことができるってことかな。ジミーショップレベルルーム。何ジミーショップって気になる。ジミーがおるんや。うおー、めっちゃ走ってる。うわ、かわいい。なんか今お嬢さんおらんかった。合成ができるってことかな。何なんですか、いきなり大声なんか上げて。俺は爆速コーチ、止まんねえんだよ情熱が。ダメなやつを鍛え上げたいかつい気持ちがよ。また変なのが増えてにゃんね。あなた一体いつからここに。ちょっと前からいるぞ、ブリー隊長と一緒に。ということはあなたもブリー隊長のお知り合いですか。隊長とは古い付き合いでな。今日から俺もここで働くんだ、講師としてな。これからはもう誰にもお前らを落ちこぼれとは呼ばせん。この俺がお前らをどんどんレベルアップさせてやるからな。めちゃくちゃ厳しそう。2階レベルルームでレベルアップができるようになった。2階のレベルルームはこの爆速コーチの特訓施設だ。俺に頼んでくれれば妖怪たちのレベルアップをしてやるぜ。あ、鬼玉でレベルアップ。へえ、じゃあめちゃくちゃねえ拾わんと。だが妖怪レベルアップには鬼玉を使うことになるからな。レベルアップしたいときは妖怪を選んで A ボタンを押し続けろ。別に敵をやっつけてもレベルは上がらんってこと、経験値は入らんってこと。ボタンを押している間鬼玉がガンガン持ち込まれていくぞ。レベルアップはここでしかできないぜ、忘れるんじゃねえの。じゃあまずはさっき手に入った鬼玉で誰か一人をレベルアップだ。さあ行くぜ。まあじゃあ頑張ってくれたジバニャンに。はい、よし、レベルアップし、レベルアップしてみろ。レベルアップジバニャンね。チャージ、こんなに使うんや。なるほど、じゃあとりあえずこれで OK。 レベル2
まあこんな感じでレベルアップしていくわけだ。またやってけよ。これからはさらにビシバシやるから確保しとけよ。ミス。なんか左側におるあの測りめっちゃ勝手に動きよりやん。重さちゃんと測ってくれるんかなあれ。おいお前ら、次のミッションが待ってるぞ。ミス。また出動ですか。忙しい。今度はお供妖怪と一緒に出動してもらう。お供妖怪？さあ行ってこい。3階の談話室でホノボードに準備を手伝ってもらえ。行きますよ。とにかく3階の談話室で急ぎましょう。要は一人じゃなくなるってこと？